お願いします。はい、よろしくお願いします。今日のテーマは、フリーで。フリーで。誰が邪魔？どうする？でもこれ以上に、お客取りこっちになるから。はい、土曜の昼下がり、皆さんいかがお過ごしでしょうか。アイデアのアイオッケー、これからまあ元気というか気楽にのんびり始めていきたいと思います。今日はゲストを来ていただいております。ゲストの紹介から始めたいと思います。ゲストの方、自己紹介どうぞ。はい、皆さんこんにちは。前回もお邪魔をしました。今日は秀吉です。はい、秀吉さん、今日は秀吉名義の方ですか。そうですね、アミヤ名義の方ですか。今日は秀吉名義の方です。はい、はい、はい、婚活モール絶賛応援中のそうです。アイデアの愛を受けたのでお互いにね、はい、やっております。今日は多分婚活モールの話、婚活モールのイベントですよね、イベントの話って。あ、全然、あ、それもどんどんありつつありつつ、まあ、今日は自分の方ですね。来週のイベントってあれかと思った、あの各駅停車の方かと思った。ああ、それもある、それもある。もちろんもちろん、あの、はい、いろいろイベントされてますので、あの、あと僕と同じ何でも屋さんですので、はい、そうです。まあイベントがあるそうなので、うち挙手制なのでね。そうでしたね。来たいって言ったら、あ、空いてるからどうぞっていう感じなので、はい、そんな感じで進めていきたいと思います。で、ですね、実はですね、先週あたりからちょっとちゃんと流れを作ろうということで、なるほど。我が家の子育てやって、婚活あれこれやって、で主に漫画紹介する時間やって、学校あれこれやろうと思ってたんですけど、ほうほう、ゲストが来たら全部飛ばすっていうことにしてやるので、全部飛んじゃう。なるほど、はい、なるほど。まあね、ゲストの方言いたいことがあると思うので、ちなみにうちの娘が隣にいます。かわいいですね。何してるんですか、ゆきのさん。笑ってます。ということで、まあ早速ですね、気楽にのんびり始めていきたいと思います。 CM のボタンが娘によって隠されておりました。それではですね、 CM 入って、まあイベントの告知があるそうなので、はい、イベントの告知の話と聞いていきたいと思います。それではですね、1時間お付き合いください。では CM 入ります。かわいいね。お疲れ様です。姉ちゃんかわいい、ね、釣りはなんだ。何だ何になるかな。いいな。娘さんね、見えないのでちょっとだけ来てもらいましょう。よいしょ。はい、見えたかな。見えますね。マイクで隠れてるかな。あっち見てくれたらね。手振って。じゃあ、個人情報ないので。いいね、一番。ありがとうございます、AKB ファンさん。かわいいんですよ。それでは、あ、マイク上げてるな。それではですね、引き続きですね、
秀吉さんにいろいろイベントの話聞いていきたいと思いますが、まず何のイベントの話していきますか。まずそうですね、何からいこうかな。来週ちょっとまた月に1回なんですけど、はい、私の子供が通ってるちょっと体操教室の場所を、はい、また告知していいですよ。そうそう、お借りして体操教室の、あ、体操教室のあれもしてんですか、ね、全然もして、あ、いいですか、あ、はい、ありがとうございます。いつかスポンサーになってくださいそれは先生に先生っていうことで、先生っていうことでお願い、宣伝部長と呼ばれてますので、はい、一応宣伝しとこうかな。はい、まあね、うちの体操教室ひまわり体育教室っていうんですけど、うん、まあ、うちのって私がねやってるわけじゃないんですけど、まあまあお世話になってる、ね、お世話になってるね、体操教室はひまわり体育教室って言って、うん、はい、宜野湾市の野竹、うん、野竹、うん、市役所があるじゃないですか、市役所とか消防署とかね、うん、もうあのすぐ近くでやってて、うん、まあレッスン、子供たちのレッスンはね、どっちかというと月曜日と金曜日、もう週に2回のどちらかに子供たち通ってるんですよ、うん、週2回しかないんですか。週に2回で月曜日もしくは金曜日、で両方通いたければ2回、うん、通えるんですけど、まあ、1時間で、うん、単位で、まあ、子供たちの年齢で区切ってですねやってる、うんうん、うん、まあ、体操教室ではないので、はい、学校の体育が、まあ、楽しくできるようにっていう感じでやってくれてるので、それでバク転できるんだからすごいですよね。そうでしょバク転ができるようになっちゃったんですよ、うん、学校の体育でバク転は、ね、ないね、必要ない、ないね、怪我しちゃうね、うん、大変、多分やらさないはず小学生は。そうそう、うん、なので、まあ、そういうところに通っていて、はい、まあ、今月末に一応トライアスロンにも出るんですけど、うん、体操教室から、はい、なので、まあ、そういったところの体育教室の場所がね、まあ、週末先生たち運動会とかなんかで忙しいので、はい、使っていいよって、なんとも優しい心の広い先生方がいらっしゃって、ね、うん、なのでちょっとそこを借りて、うん、5月の21日土曜日、来週土曜日ですね、はいはい、に、10時から、まあ、12時までそこを開放して、はい、まあ、子育てをね、頑張ってるお母さんたち、うんうん、まあ、一人でね考えて悩まないでっていうことで、うんうん、まあ、ちょっと、まあ、子育て広場っていうことでちょっとそこを開放して、うん、まあ、気軽に遊びに来てくれる場所を提供しようかなと思っています。で、まあ、せっかく遊びに来てくれるので、まあ、月に1回なので、まあ、何かそこにちょっとした子育てのヒントを入れていければいいのかなというところで、うんうん、まあ、今月はね私、まあ、一応カラーセラピストでもあるので一応ね、なので、ね、うん、まあ、あなたは何色が好きですかっていう、まあ、ちょっと色のことを取り入れた、うん、まあ、そういった子育て広場を来週しようかなというふうに思ってます。はい、はい、で、はい、ローフードマイスターの人も一緒にやるので、ローフードマイスターの、はい、がスムージーを作ってくれます。おー、ローフードマイスターって沖縄にいっぱいいません？いますね、多分いらっしゃると思います。学校が吉澤さんって方の学校が多分あるはず。あ、そうなんですね、うん、私ちょっとあんまり詳しくはないんですけど、うん、この方もちゃんとその資格を取られて、うん、されてる方なので、うんうん、ちゃんと格好もね、なんかこうハットをかぶってありますよね、うん、ローフードマイスターのそうそうエプロンを長いのをして、うんうん、前回先月もみんな同じ格好してるんで、たまに作ってくれたうん、なるほど、まあ、私たちもこれで色を一緒に取り入れてるので、うんうん、先月はちょっとまあ緑、うん、まあ、中性の真ん中の色っていうことで、まあ、緑の、ね、ものから4月なのでスタートしたので、うんうん、まあね、疲れてるだろうということで、うん、気持ちをリセットするために緑を取り入れたスムージーから始まって、うん、今回は確かね赤色っぽいスムージーだったと思います。赤色っぽいスムージーね、うん、まあ、それは来てからのお楽しみなんですけどね。あ、来てからのお楽しみ、そうそうそう、 そう、それはちょっと来てからのお楽しみということになってます。うちの娘もがマイクを狙っているんですけどどうしたんですか、何か喋りたいことあるんですか。ないんですか。ないのにマイクを狙ってる恥ずかしい、はい、そうなんですね。あ、前回やったじゃないですか、はいはい、ひまわり体操教室で、はいはい、うんうん、NLP じゃないけど子供の、前回はそう、内、ね、内向ですか外向ですかっていう、どうでした、内向ですかって。前回4月ってね、私もてっきり忘れていて、シーミーの季節をね、バンバンシーミーですね、もうね、とっても重なったので、はい、まあ、4、5人でこじんまりと、あ、4、5人くらいがちょうどいいんじゃないですか、はい、はい、やりました。うん、はい、なるほど。なので、まあ、一応定員はね12名までっていうことで、うんうんうん、告知はしてるんですけど、全然来れる方は気軽に、うん、
来ていただければいいかなと思います、うん、まあ、スムージーがどうしてもね撤去するっていうのもあって場所もあるので、一応参加費は1500円というか代金は設定させてはいただいてるんですけども、まあなんかくつろげる場所であればいいかなと。そうですよね、思ってます。はい、まあね、雑談しながらっていう感じだと思うので、そうですね、うん、ぜひぜひちょっと体操教室に興味があるっていう人も、そうそう、だから体操教室が見たいと、うん、体育教室を見てみたい、どんなところでやってるのかなっていう、うん、親子でも全然 OK です、ね、なかなかやっぱ入りづらいんですよね、うん、そう、多分そうだと思います。なので、うん、せっかくだったらそういうところに参加してこういうところでっていうのを見てもらえれば、うん、見てからね、うん、まあ、ちょっと良さそうだなと思った話聞けばいいし、う、ね、うん、ないなと思い、いや、そうそうそう、そんな失礼な話はできないですけど、まあ、でもそこに先生いないからね、それはそれで微妙だな。大丈夫、私代理でちゃんと説明はしますので、はい、すごい、はい、営業部長だ、はい、できるので、はい、大丈夫です。なるほどね、はい、いや、まあまあそうやって子どもの教育に関わるところで、そういう子どものとお母さんのためになることがある。だからお父さんのためのものはなんでこの世の中で少ないですかね。ねえ、うん、お父さんほら週末疲れてるからね。あ、うちお母さん疲れてますもん ね、 休ませてあげないとなというふうに思ってるのは私だけなのかもしれないんだけど。あ、なるほど、うん、まあ、でも最近イクメンのお父さん多いですからね。お父さんのねご参加も全然いいですよ、うんうん、来ていただけると私たちも。一応僕子育てのプロなんですけど、プロの方はちょっとねご遠慮願ってるというかね、もうプロの方はいいかなっていう、辛口で言うかもしれない。そうそうそう、ご遠慮いただいております。どうしたんですか、ゆきのさん、つけれないんですか。今放送中ですよ。もう親子でね、親子で可愛らしくやりとりをやっておりますよ、はい、隣で壊れかけのレイディオみたいになってます。はい、なるほど。まだありますか、もしかしてイベント、うん、同じものを、まあ、はい、土曜日来れないっていう方がいらっしゃるかなと思って、はい、っていうところで、はい、5月の26日の木曜日なんですけど、はい、あさとにね、落読の沖縄スクールっていうのがあるんですね。あさとってどこですか。あさとは那覇。那覇、あ、うん、のあさと駅の近く。でしょうね。そのまんまですね。知り合いの近くのあさととか言われたら分からなくなっちゃいそうですね。那覇市あさと。ああ、あさと十字路のとこですね。牧師の近くの。あ、そうそう、あれのもうちょっと手前側。手前側の、うん、に、落読のあさとスクールっていうとこがあるんですけど、うん、そこを場所をお借りできることになって、ですごいですね、そこでもちょっと、10時から12時同じ10時から10時なんですけど、うん、まあ、同じ内容で、うんうんうん、やりませんかって言ってくださったので、じゃあ、ね、じゃあ行きますっていうことで、やることになりました。ちなみに落読のスクールって何やってるんですか。落読って何ですか。楽に多分楽しく本を読みましょう、読めるようにっていう。あ、そこはあんまりざっくりとしか知らない、うん、そうそう、私ね実は体験に行ったんですよ。うん、うん、はい、私本読むの本当大嫌いなので、うん、で行って私ね文字数読めないんですね。1分間普通に本を読むと全然進まない、内容入ってこない。僕も入ってこないです。で子供と一緒に行ったんですよ、体験に、うん、別の日に初っ端で子供に、1分間の読む文字数抜かれて、うん、あまりのショックに立ち直れず、そこからちょっと足が向かないという状況に陥っております。なのに教室は貸していただけるという、はい、とても優しい、優しい。これもあれですよね、落読速読興味ある人。そうですそうです、速読も関係してるんですよね。多分速読というのを言わずに楽しくっていうことで落読に名前を変えられてると思うので、うんうん、ああ、なるほど、うんうん、はい、その方がお友達になってもらったので、おー、すごいですね。いいよって言ってくれたので、そこでやろうかなと思っております。そこではちょっとスムージー出さないので、あ、そこはスムージー、うんうん、ね、同じ内容だからスムージーが出るのかなと思ったら、ね、そこは出ないので、うん、うん、若干お安く1000円で参加はできるようになっております。なるほどね、はい、まあ、那覇の人はそうですね、平日の方が子供がいなくてゆっくり最高ですよ。託してお母さんにとってはこっちの方がいいのかもしれないですね。いいですね、うんうん、で土曜日はまあ子供が一緒に行ってわさわさしながらでも、うんうん、まあ行ってみようかなっていう方がいらっしゃれば。ちなみにスムージーは子供料金含むですか。あ、これ全部ね子供が来ても、はい、大丈夫です。世帯で1500円、世帯で
どうしますか、4人兄弟連れてきたら。うん、その時も1世帯で大丈夫ですよくあるんですよね、はい、沖縄はね。そうそう、沖縄あるあるですよね大丈夫ですよ。なるほど、はい、そっか、楽読速読聞きたかったけど知らないということで、うん、なんかね、いろいろやったんですよ。眼筋トレーニングとかね。眼筋を、そう、目をね、一生懸命動かすというあ、動かない動かない、なかなか。あれ多分やった人しか仕組みわからないんですよね、きっとね、できる人しか。そうそうそう、多分僕も本当に大学生の頃まで本読まなかったんですけど、うん、はいはい、大学院っていうところに行くと論文を書くので、うん、はい、まあ、他の人の話を読まないといけないんですけど、あ、なるほど、もう苦痛でしたね。でそのおかげで、まあ、まあまあ読めるようにはなった。読みたくはないんですけど読めるようになって、うんうん、で僕の速読はなんだろう、もうなんだろう、本をその人の書いてる文章の流れで、うんうん、大体こうだろうみたいな。なるほどね。ざっくり読むっていう。ざっくりと。だから文章は全然読んでない。斜め読みって聞くんですけど、うんうんうん、文章は全然読んでなくて、はいはい、パッと見て、あの、文章本当一字一句なんか全然見てないですよ。はいはい。ざっくりこの人だったらこういう文章を書いてくるだろうみたいな。ああ、なるほど、ね。たまにパーッと、ちょっと見て、うん、引っかかったとこだけ読むみたいな感じで、はいはい。あの、飛ばし読みの時があります。あ、なるほどね。もう多分これは飛ばし読みの方が正しいんですけど、でも大体の自己啓発本は初め5ページぐらいで大体内容が分かります。 なので本読まないっていうのもあるんですけど、なるほどね私なんか本を全部画像にしてくれないかなと思って、はい、そしたら入ってくるので。音はどうですか？音はね全然入ってくる。あ、今あるじゃないですか、音声アプリみたいな、音声読んでくれるやつ。そう、だからもうそういうのに全部なんか変わってくれると、私はね、はい、宮沢理恵とか読んでくれるやつがあるはずですよ。もっと勉強ができたんだろうなと思いますということで、そういう話もですね、あの、秀吉さん得意なはずなんです。あ、そうね、あの、その視覚から入るとか、そうですね、聴覚体感覚から入るとか、うん、得意なので。そうそう、それね、実はね、6月に予定してるんですよ。つながった、うん、どうぞ。はい、6月のイベントの話じゃあそのままね、6月もやっちゃいますか。6月18日の土曜日に同じようにまたひまわり体育教室で、うん、はい、そう、さっき言ってたね、あなたの学習スタイルは何ですかっていう、うん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 、まあいろいろ人にはねあるので、学習スタイルがあるので、まあ、そこをちょっとお母さん自身も自分のことを発見してもらって、そこからちょっと子供にスライドしてみてもいいのかなっていう、なるほど ね、 ね、それを、うんうん、やっちゃいます6月に、うんうん、そうそう、学習スタイルね。そうです。ちなみに視覚型の子はどうやったらいいんですか？視覚型の子はやっぱ見る、見て映像で覚えていくので、うん、うん、もう自分で、まあ、うん、覚えやすいように書いて、うんうん、やってみたりとかっていうのもありだし、うん、こうテレビとかでひたすら覚えてるっていうのもまああるかもしれないですね。画像として見て覚えるっていうのもあるかもしれないですね。じゃあ画像、うん、ね、うん、うちの娘がやたらベタベタしてきてるんですけど、可愛らしい親子がそこにくっついてますよ。喋ってるのにベタベタしてきてるんですけど、いいですね、いいですよなるほどね、うんうん、でも聴覚タイプとじゃあどこが違うんですか？でも聴覚の人は、まあ、うん、もちろん見て、うんうん、でも自分で、なんていうんですかね、声に出してひたすら自分で聞いて、喋、うんうん、って聞いて喋って聞いて、うんうんうん、っていうのがやっぱり聴覚は強いかもしれないですね。なるほど、うん、で一番謎なのが体感覚なわけですよ。あ、私体感ですから私、うん、まずはね、文章でいくら言われても理解が、まあ、もちろんできなくはないんですけど、いやもちろんね、うん、傾向ですからね、そうそう、あくまでなんだけど、まずはやってみようっていう体験が一番手っ取り早いですね、うん、はい、失敗しないと学べないタイプってこと。そうそう、だから人が体験して成功したよって言っても自分が体験してないから腑に落ちないっていう。あ、なるほどね、うん、なので人の成功でも自分本当にできるのみたいなのがあるので、うんうんうん、もうとりあえず私の場合は何でもじゃあやってみよっかみたいな、うんうん、まあ、失敗したらそこから学べばいいよねみたいな感じですね、うんうん、あ、なるほどね、うん、体感覚って言われてもパッとあれなんですよね、分かんないですよね。そうだから学校の授業で何が一番得意かっていうと、やっぱ体育とか、うんうん、図工とか、
まあ、理科は実験とかなると、うん、まあね自分でやるからね、そうですね、発揮できる感じですかね、なるほど、うん、それは本読まないなっていうの分かりました、うん、でしょ大嫌いだから本が全部こう体で表現できるものだったらきっと、いやでも体で表現しても本ってその人が思ったこと書いてるじゃないですか。まあね。なるほどってならないじゃないですか。そっか、じゃあやってみようまでいかないと難しいのかもしれないですね。でも私逆にシーンとしたところが逆にダメなので、はいはい、こういう音楽が BGM がひたすら流れて寝っ転がりながら本を読むとかだったらまあ読めなくはないですね。ああ、うん、なるほど、うん。そういうのもありなんですね。そうですね。だからそれを理解できない人が私の母だったので。うんうん。うん、やっぱ勉強ってなると机にちゃんと座って静かに黙々と書いて覚えるみたいなね、うん、っていうのが当たり前だと思っている母だったので、うんうんうん、それを私が寝っ転がって音楽ガンガンでってやってると、うん、もう大変でしたよ。あ、そんなの勉強じゃないでしょってよく、ね、なるほど、なってはいたんですけど、そうそうそう、うん、だからそれが私は今自分がこういうのをやるようになって分かったので、うんうん、それを体験してもらいたいっていうのがあるんですかね。そうするとやっぱり親子で書くね、同じ人もいれば違う人もいるので、はい、してあげることができるんじゃないかなっていうふうに。まあね、音楽聴きながらって今音楽すぐ聴ける環境にあるので、うん、まあ電車、ね、沖縄はあんま電車通ってないですけど、うんうん、まあバスとか自転車今聴いてたら捕まるらしいんですけど、あ、そうなんですか？片耳でもイヤホンしてたら捕まるらしいですよ。で、まああのまあ音楽が当たり前の時代になってるよなとは。うん、ちょっと思いながら、やっぱ聞きの多分ながら勉強って良くないってずっと教えられてきた世代からすると、うん、本当に困ったもんなんだろうなと思いながら、そうですね、僕テレビ見ながらやる人なんです。見ながらじゃないな、テレビつけて、そうそう、画像は見ないけど、うん、ついてる状態ってことですよね。ついてる状態で、うん、でまあ僕の、まあ、感覚としてこの、うん、そのなんだ、テレビの音が耳に入らなくなった瞬間が最高に集中してる状態なんですよ、うんうんうん、だからあの1時間ぐらい何をやってたかなテレビみたいなのになった時に一番頭に入ってたりするので。あ、なるほどね、うんうん、でも確かに私も必ず音がなければテレビをひたすら流してますね、うん、見てはないけど、そう、うんうん、でもね、人間ってちょっとざわざわしてる方が落ち着いたりするんですよ、うん、逆に無音ってちょっと私耐えられなくて無音って状態が実は世の中にないんですよ。そうかもしれない。そう、無音室を作らないといけないぐらいそうだよね、通常日常生活の中で必ず何か、ね、そうそうそう、音はありますもんね。だから音楽っていうのが、まあ、ちょっと意図的に流してるんですけど、うん、まあちょっとそれに違和感を覚える人はもしかしたらいるかもしれないですけど、うん、そうですね、僕のタイプとかみんな気にならないかなと思うんですけど、確か山下さんだって全部あれでしょ、そう、均等だったんですよね。均等に低いっていうでもね、均等っていう人やっぱ少ないんですよ。だからすごい貴重な人材だと思う。そうなんですか。うん、一回ね、とあるちょっと、うん、研修セミナーにちょっと行った時に、うん、ある、ま、教育をされてる方々がいっぱい集まってる場所だったので、うんうん、ちょうどいいなと思って、うん、ちょっとこのものをやった時に、うん、うん、3つ備わってる人っていうのは本当に少なかったですね。私と同じ体感覚ぐらい少なかったです、うん、ぐらいなので、うん、すごく貴重な、でもすごくバランスよくできるってことは何でも教える人にとってはすごく必要なことなのかなとは。そうなんですか。でも体感覚って意味わからなかったんですけどね、うん、初めて聞いた時に体で覚えるっていうのがあんまりんってなったんですけど。本当ですか。で僕、うん、まあ、ちょっと自分の話もしながら、うんうん、多分イベントの話だけだとみんな飽きちゃうのもあるし、あれなんですけど、僕ね、思考のタイプに自分なりに分けた時にあったのは、うんうん、テキストタイプとイメージタイプなんですよ。だから僕の中で視覚結構その頃は多分優位だって、聴覚ってあんま気にしたことないんですけど、うんうん、はいはい、まあ、でも聴覚は使えるんですけど、うんうん、そのなんだろう、文字で覚える人と、うん、まあ、例えばここの今見える風景は青い海が広がっててエメラルドグリーンで雲があってとか言って文章化する人と、うん、このイメージパシャッと記憶できる人がいるんですよね。そうですね。僕はどっちかというと文字で全部やっちゃうので、あ、案外絵で覚えてなかったりするので。私逆に絵で覚えますね。ですよね、うん、確実になので、なんかそういうなんだろうな、そういう違いもあって面白いなって思う時がたまにあって、そうですよね、
体感覚と、だからそこでもう視覚聴覚はなんとなく分かったんですけど、体感覚ってなんだろうなと。今この例えばこの景色から行くと、もう海に飛び込みたいという思いが、このままザッポーンと行きたいという感覚にもありますね。私はそれは体感覚の人なんですか、そういう人なんじゃないですか。あ、まあ、そういう人っていうか、まあ、私がそういう人なのかもしれないですけどまあ、この景色を見て、うんうん、ね、あ、まあ、でも、まあ、雲があってとか、あ、海いいなと思いますよ。そうそう、海がいいなと思って、今私はこう泳ぎに行きたいとか、うん、だからそっちのこう自らの体験ができるような行動にやっぱ駆られるというかね、そういうのはちょっとありますね。面白いですね。だからまあ人それぞれいろいろ違うっていうことで、そうですね、うん、なのでだからどれもどれがいい、うん、どれが悪いではないので、そう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 、うん、多様ですよね。いいのかなと思います、はい。娘さんがなんかこっちでドリルをやって丸付けしてくれって本番中に、それ思ったんですが、さっき見て可愛いですよね、そのドリル ね、 そうね、メゾピアノさんってところが出してるドリルコレクションなんですけど、女の子用ドリルがキラキラしてるんです。キラキラ、うん、自分の時にはなかったような僕も初めて見ましたけどまさかドリルがこんな、勉強がこんなキラキラしてるなんてっていう男の子のってあれなんですかね、逆になんかまた男の子用仕様になってるんですかね。戦隊ものとかあるんですか。 あるのかな、わかんないですけど、パッと見たら女の子ものしかなかったですね。あ、まあ男の子やらないですからね。あ、そうそうそう、やらない。うちの子も問題集終わったことないので。男の子と女の子で、うん、そのどっちが優位とかあります？なんか男の子って体感覚と得意そうな気がするんですけど、あんま男の人って論理的思考じゃないですか。だから、あ、確か計画したりね、うん、なので、あと、そう考えると、うん、聴覚、うん、まあ、そうですね、思考に強いのかな、傾向にはあるのかもしれないですね。なんかね、いろんなあれが判定法があるから面白いですよね、うん、男の女のからあって。そうですね、うん、男の子だってもこれと決めたらこれじゃないですか。そこそこ、それがね、まあ、男の の特性なので、うん、なかなかそれを理解できないのがやっぱ女性なんですよね私もだいぶ我が子が男の子なので、はいはい、うん、理解せざるを得ない、通じないなと、うん、いうところからちょっとね、あ、やっぱそう違うなっていうところに気づきましたけど、うん、なるほどね。本当に、うん、だから僕あんまりそのなんだろう、僕はもうこう実践で、うんうん、そうなんかいろんなタイプがいて何がいいかっていうのをやってきたんですけど、本当になんだろうな、そんなタイプ分けとかしたことなかったので今更ですよねえ、でもなんかやってみるとまあまあ楽しいではあるんですよね。いや面白いですよ、うん、まあ、あくまできっかけなので、そうそう、なんか絶対それがそうだってわけじゃないから、うんうんうん、そう、まあ、そう、見方が変えられるというか、自分と違う人なんだなっていうところに、うん、たどり着けるので、そうそう、そうそう、違うっていうのが分かると許せるんですよね、うん、そう、そう、同じと思ってると許せないっていう、どうしてできないのって思うところが、ああ、そうか、もう違うからしょうがないよね、そう、違う生き物だと分かってしまえばすごく気楽になるんですよね、うん、そう、だからまあそういったところのちょっとヒントを、うんうんうん、まあ、いろいろと挙げられればいいのかなっていうふうには思いますけどね。まあまあそれって結構大事だと思うので、うんうんうん、ぜひぜひっていう感じかな。そうですね、遊びに来てくれればいいのかなとは思ってます。もうね、ほんとね、うん、気軽にですよ。何でも。そうそう、なんかもう逆にね、講座とか研修とかにしてしまったらすごく敷居が上がっちゃうので、うん、もうね、子育て広場みたいな感じで誰でもどうぞっていうウェルカムにしてるので、うんうん、まあでも本当にそういうのがだんだん増えてきてる気がします、うん、なんかこう子育てをみんなでやりましょうみたいな、そうですね、うん、雰囲気がね出てきてると思います。ではですね、今日、ちょっと急にですけど、一曲、曲挟みたいと思いますので、ミラクルガールっていう永井真理子さんのちょっと昔の曲なんですけど、かけていきたいと思います。お、違う曲かかったどんな感じドリルなのに数字ドリルなのにしてるってさ、すごい、本当に人昔の前の音楽なんだ。ここね、人昔前の音楽しかない言ってたね狙い撃ちです
それが分かる世代だ。ゆきのちゃん、こっち乗らないで、あんまり。あれ見せる時のためだった。あ、もうこれ触らないで、これ CD に。ライブを保存しますかを削除にして、うん、ライブを開始。開始。バッチリじゃないですか。バッチリだよ。で、OK する。なんか。あ、上のね。お父さん見て。はいはい。僕らで書いたら秀樹さんの息子さんはあるんですね。入ってますね、今日は、うん、あれどこにいるんだろう今の椅子のとこにさっきいたんだけど、うん、こうやっぱ FM 機能さ最近ねリスナーさん増えてるので、パッと立ち上げると5人ぐらい来て、あ、違うやと思ってパッと行く。ああ確かに、うん、あ、まあ、CM 入れるタイミングがあるんじゃないかあと何がありますか。あとは特には、あ、夏休みのはどうしようかなと思って、あ、お願いさっきしたでしょまあそこで決定あれで決定じゃあ頑張って調整します問題なければ問題ないはずって答えてそれが7月にあるぐらいかな、うん、夏休みの、うん、そう、あと7月とか別の日に、うん、私たち保護者がなかなか包丁の使い方を教えられないので、うん、あの日本料理の講師の先生に、うん、子供親子のクッキング教室で子供に包丁の使い方を教えてもらうっていうのをやることにしたんですよ。行っておいて、開けてこう、力入れ、力入れた上に上げて、ガッシャ。どうだ。なるほどね。出汁の取り方もわからないから。そう、だから日本料理の先生だから、多分なんかそういう基礎的なことを教えてくれるのかな。ティルルですか、ティルル。うん、ほんと最初ティルルを場所を押さえてたんだけど、ティルルだと子供の調理にするには高いんだって。あ、なんとなく。だから、沖縄調理師専門学校の先生がやってくれるので、そこの専門学校を使わせてくれる。すごい。東田優子ではなく。仕事のつながりで知ってる、なんか、うん、なんだっけ、昔 NHK の料理クッキング番組、子供あるじゃん、あったでしょ、今もあるのかな、見てないけど、なんかそれの沖縄版になんか取材、沖縄に取材に来た時にその先生も同行してて、テレビに出てたのを見てて、うん、やってよって言ったらいいよって言うから、 CM 入れましょうね、このまま喋り続ける。曲2曲だったので1曲に減らしたって。あの、さえも最近曲かけなくてもいいかなって。そうだ。どこにどこ回るかな。うん、外回り。外回り。あとどこに行こうかな。明日ケニーズか、初イベントかな、飲食。あれそうだっけ、僕はね、飲食店をやる、婚活モールと大きなイベントあるんですけど、ちょっと場所が90いるからね、あと10秒、はい、アイデアの愛用機をお送りしております。メッセージ送ってきてもいいんですよまあメールアドレス言ってないんですけど797@fmginowa.com です。で、ツイキャスもやってますし、ユーストリームもやってますし、サイマル放送っていう、インターネットでラジオが聞けると。でさっきミラクルガールかけたんですけど、ミラクルガールとか CM まで聞けちゃうというねものもありますので、あと、まあまあ、何でもいいです。何でも喋ってるので。ではでは、じゃあ次のイベント盛りだくさんですよ。ああ、そうですね。ヒルッチさんからイベントの。イベントね。
そうそう、山下さん、はい、ここで質問するのもなんなんですけど、7月24日の日曜日って暇ですか？僕暇かどうかまあ分かんないんですけど、多分暇だと思う。基本暇の人なので。じゃあちょうどよかったわ。ビンゴ。その日にちょっとね、一日中、夏休みのちょっと宿題お助け隊というイベントをちょっとね、考えてて、コザ運動公園の武道場の会議室をもう一日ちょっとレンタル押さえたんですね。はいはいはい。でそこでちょっと午前中は、まあ、親子で、まあ、スポーツをされてる方とかに対象に、はいはい、怪我予防とかね、ストレッチ教室をちょっとしようと思っていて、はいはい、お昼から1時半から5時まで、私がやってる島造り作りと、まあ、別の先生が、私なんて言いましたっけ、さっき。なんて言ってたかな。パステルアート、と、山下さんさっき OK って言ったので、木工教室。この3本立てで、はい、夏休みの宿題をお助けをしようかなと思っております。うんうんうん、はい、はい。なるほどね、うんうん。怪我しないようにするけど、午後は怪我するようなことするっていう。午前中はちょっと怪我をしないように学んどいて、午後からそのまま参加される方は、怪我に注意しながら、はい。木工、怪我がつきものなので。ノコギリね、触れる機会結構ないんですよ。そうですよね。うん。で、去年、沖縄市の、まあ、助成金受けてやるっていう、宿題応援教室に、はいはい、まあ、木工やったんですけど、はい、お父さんが本気になってましたね。あ懐かしいみたいな。何人ぐらい来たんですか？15ぐらいかな。すごい。結局道具がないので、結局ノコギリをこっちで用意しないといけないので、はいはい、10人ぐらいです。15人だったかな、最終的に子供。うん、で、親が、親は必ず同伴でっていうことで、はい、やっぱね、子供、中学生に教えるものなので、中学生でも実は、15時間とかかけて、一つの作品を、はいはい、まあ、ね、いい作品を作るので、技術はね、作っていくものなので、2時間でやるっていうあれだったので、今回4時間ぐらいという話を、そうですね、実はその前に聞いていたので、うん、そうでしたね、ここで公共の電波を使って確約させられたという、そうそう、ちょっと抑えておこうかなと思いまして、はい、そうなんです。面白いですよ。だからそういう意味では木工をするってさせてみると、うん、案外親が燃えたり。そうですよね。私、うん、島造り毎年ワークショップやってるんですけど、うん、子供さんがデザインを凝りすぎて、うん、島造りをいざ掘ろうってなるともう飽きちゃって、うん、お母さんが必死になってこ掘っているっていうね、うん、で案外お母さんの方が楽しくなっちゃって、うん、私自分のも作りたいですって作って帰られるお母さんもいます。毎年いるでしょうね、うんうん。いや、この前、それまた別に木工教室ではないんですけど、はい、釘打ち体験、ノコギリ引き体験っていう、切ったり釘打ったりするだけっていう、何も教えないから勝手にやってっていうので、3、4時間ずっとやってた人がいましたよ。配膳。ひたすら打つんですか？釘を打つか、ノコギリ引くか。はい。釘代だけもらって、釘渡して道具は貸して、はいはい、人来ないだろうと。釘なんか買わないだろうと思ったら、釘買って、2、3時間ずっと。ちっちゃいテーブル。で、木材は全部もらってきたので、廃材にするものを。ああ、なるほどね。だから、まあ、そこはコストを抑えれたので、でも、はいはい、本当に、4、5時間ずっと家族何人かで粘っている人って面白かったです。暑い中よく頑張るなと思いながら。あ、じゃあ今回大丈夫です。会議室クーラー効いてますから。涼しい中で。涼しい中でね、何か、まあそれなりのものを今だったら考えられるかなと思いますので。せっかくなので、はい、もう夏休み入ったばっかりぐらいなので、そうですね。早めに宿題を終わらせるっていう意味では、うんうんうん、まあ、ご参加いただけると楽しいのかなと思います。そうですね。だから3つ欲張って全部やりたいっていう人は、まあ、要領よく回れば3つできるかもしれないですけど、やっぱね、島造りホリホリするのはやっぱ子供だけでも2、3時間、3時間は多分かかるんですよね。すべてデザインから1つを一足掘り上げるまでに。いきなり掘らないですからね。そう、いきなりは掘らないので、みんなね、結構デザインにこだわっちゃうんですよ。いや、そうなんですよ。何でもそうで、そう、自由にさせると
どうデザインしていいかわからないっていう。多分これ体感覚の人には分かりづらいんじゃないかなっていう。私すぐできちゃう。そう。やって失敗してじゃなく、みんな考えてから形にしていこうとするんだけど、書きながら消して書きながら消してやっていけばいいんですけど。そう。技術でもありますよ。授業でも。やっぱなんかアイデアを出させようとすると、完璧なアイデアまで絞り出すまで。そっか。作文書けないってこういうタイプですね。あー。なるほどね。いきなりいいものを書こうとするから、そっかそっか、何から書いていいかわからなくなるって、うんうん、一応書いてみたら案外その修正していけば書けるんですけど。なるほどなるほど。だからもう今年は決めました。ある程度デザインはもうこっちで絞っておいて、うんうん、あとはもう配置するのはそれぞれなので、うんうん、もうそれでちょっとやろうかなと、はい、島造りを学びました。私も2年間で。はい、これは学ぶ。そこから学んだことを今年はちょっと生かそうかなと思っております、はい、僕も考えないとな。2時間ぐらいかな。2時間ぐらいでできそうな。そうですね、欲張りたい人がやっぱいるんですよね。なんかせっかくいるからこれも作ってこっちも体験して帰りたいっていう人がいるので、それにちょっとね、まあね、欲張っちゃいますよね。はい、合わせていただけると嬉しいかなと。もう夏休みなんですね、話は。早いですけどね。そうそうそう。まあね、イベント組み立てる人は2、3ヶ月前からね、動いてくださるので、場所もなくなっちゃうしね。そうなんですよ。もう夏休み結構週末全部埋まっちゃうので、うんうんうん、早めに抑えないとね、いけない。僕も木工教室いろいろ抑えられるかな、今年は。いいじゃないですか。うちの子ももう入れときますから。そうか。まあまあ、あれですね、こうフリーで入ってくるタイプだと木工教室のちょっとあれを変えないといけないですね。僕ガチガチ授業するタイプだったので、あの基本的に定員は決めます、はい、参加希望したい人は決めるので、うんうん、はいはい、まあ、大体の人数は分かるんですけど、うん、まあ、それを子どもたちが3つ参加しますって言ったらどっからやる始めるかはもう子どもたちの。僕両刃のこぎりはねっていう両刃のこぎりの話からノコギリの引き方まで話してやってるんで。なるほど。あ、でもそういうの知りたいかも。そう、あんまり教えてくれないんですよ。そこいう知識面のこと。確かに。中学校行ったら勉強するけど、今覚えてたら得だよって教えて。そうですよね。うん、なので。知りたい。私が知りたいかも。なので、でもまあ、こう、ランダムに入ってくるんだったら、少しちょっと変えないといけないな。そうすると、それ制作時間が伸びるから、ちょっと面白いものも作れるんですけど、なるほど。準備が大変っていう。そこはちょっと、まあ、ちょっとお任せということで。早く相談していただいたので考えますので、皆さんよかったらですね、また近づいたらご連絡、はい、ま、告知宣伝していこうと思いますので、はい、そうですね、ちゃんとチラシを作ってから、はい、改めてまた来るんですか。また来ますよ、イベントの近くになったら。挙手制ですからね。はい、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 って言ってきますから。はい、ぜひぜひその時はよろしくお願いします。はい、お願いします。まだあるんですか。まだ、あ、そう、あるといえばね、あ、もう一個だけありました。もう一個だけ、はい、うん、あの7月の16日に、はい、これも夏休み入った瞬間ぐらいかな。あ、入った瞬間くらい。うちの子供は15日が終了式となっているようなので、これは16日 あれだからじゃないですかね。あれだからかもしれないですね。別のところはちょっともうちょっと遅いかもしれないですけど、うん、なので16日の土曜日に、うんうん、なかなかね、親って包丁の使い方子供に教えるって難しいじゃないですか。そう、家庭科の先生がいるぐらいですからね。怖くて私もなかなかお家で教えられないので、うん、まあ、ここはもうプロにお願いをして、うんうんうん、子供にちゃんとした包丁の使い方を教えてもらおうというところで、はい、まあ、親子クッキング教室をね、うんうんうん、イベントとして立ち上げました、はい、でこれもまだちょっと詳細は決まってはないんですけど、一応講師は決まり、うんうん、時間も決まりっていうところまでは来ているので、まあ、親子で包丁の子供に使い方を教えてもらいながら楽しくクッキング教室をしましょうということで、うん、まあ、10時から2時まで、うん、お昼を作って食べて片付けるまで、はい、っていうところでちょっと今イベントを組み立てております。これも何作るかは来てからのお楽しみですか。これは一応事前にね、ある程度打ち合わせを今からちょっと詰めていくので何を作るかは多分前もって分かるとは思うんですけど、包丁の使い方ね、はい、あとはもうちょっと子どもたちに本当のこうやってお出汁を取るんだよとかっていうのもまあやってもらえるかもしれないですね、うん、美味しいお味噌汁の作り方とかね、はい、そういうの僕あれですよ、技術、中学校にいた時家庭科で、はい、朝食2人分をいくらどれぐらい早く作れるかっていうのを授業でやりましたよ。
どのぐらい早く？だからあのご飯は、はい、まあ、前から炊いておいて。ああなるほど。ベーコンエッグとサラダを、はい、どれだけ早く作れるかみたいな。どのぐらいで作れたんですか？どのぐらいだったかな、忘れたけど、結局まあ朝食をパッと作る、味噌汁も含めてか、はあ、作るっていうので、味噌汁はもちろんお出汁から取って、お出汁から、あ、お出汁って言っても出汁パックみたいな。なるほどで作って、そのまあ自分でパッと作れるもんなんだよっていう、そうですね、っていうのでやったことがありますね。あの男の人でもね、もう今はもうね、作れるっていうだけでも、あの僕はどっちかというとこう使える家庭科を教えてたので、あのいいですね、お家でも作れるものっていう感じで、うんうん、あのすぐ作ってみたいな、あの時間かけないっていうのが大事で、それ大事、それとっても大事。そうなので片付けまで全部含めてやるっていうのを授業でやったことがあります。すごい、なんかそういうの全部やってくれるっていいですね。片付けまでが一つの作業ですよ。そう片付けまでが作業なので、うん、段取りとかも大事なので、作り方も全部これをやってる間にこれをやってとか、あ、家庭科って一個作ってっていうことが多かったりするので、確かに、うん、っていうのもやりましたね。いいですね。そうそれ、うん、いいですね、確かに。それ大事、はい、あの現場復帰をよく求められるんですけど、まだ復帰する気がないです。主婦でした、はい、主婦なので、いいですね、はい、主婦。どうですか最近主婦は。主婦結構楽しいですよ、うん、今朝送ってか、朝はね、娘は小学校の近くまで妻が送って行って、はいはい、で双子たちを僕が幼稚園まで送っていくという。なるほど。で今奈良市保育で11時に迎えに行ったという。何時に行って11時ですか？いやでもね、7時半ぐらいに娘たちが出るので、それに合わせて出るので、はい、まあ7時半からなので、まあ、3時間ぐらいは幼稚園にいるんですね。幼稚園に、いや、幼稚園にいるので、うんうん、僕も3時間ぐらいはフリータムな時間があるので。あ、そっか。でも3時間ってあっという間じゃないですか。あっという間ではありますね。あっという間でもまあまあね、ご飯炊いてその間洗濯機回してとかやれば1時間で大体こと済むので。本当に主婦だね本当に主婦だね。僕は早いですよ、仕事は。すごい。しても息子に言われたことあるんです。お母さんも洗濯もしないといけない、もう茶碗も洗わないといけないって言ったら、うん、大丈夫、お母さん洗濯はね、洗濯機がしてくれるんだよって言われて。嫌味な子供ですね。そう知ってんなと思って、私もよく考えた、同じことを私母に言ったことがあるなと思って、やっぱり私の血を引いてるなと。それ困りますね。何も言えないですね。そう、私も自分が言ったことをそのまま返されたっていうだけで。洗濯機がやれるのは洗濯するだけですからね。そう、干すっていう作業はね、干して取り込んで畳むっていうのが一番時間がかかりますよね。そう、一番ね、大変、うん、まあ、その辺まだ分かってくれないみたいですね。本当に干して畳んでくれたり、ご飯炊いたらおにぎり作ってくれるのがあったらラッキーだなって思います。すごい嬉しいかも。すごい主婦の味方になって。主婦の味方、うん、もう本当干して畳んでくれたら最高だなと思いますよ。それを直してくれても最高ですね。所定の位置まで持ってってくれる、ね、そうそこまでね、やってくれたらもう最高だなとは思いますけどね。まあ、干してくれるというか乾燥してくれるのはあるんですけど、電気代とかね、やっぱね、ブルジョワな人しか持ってないなっていう。あれ縮むんですよね、結構ね。やっぱ縮むんですかね、うん、縮むんですよ。じゃあちょっと大きめを買ってですね。そうそれがいいかなと思います。はい、主婦話も実はできるんですけどね。そうでしたね、主婦。幅広く旦那もちゃんとやってましたし。そうですよね、すべてオールマイティーに。オールマイティーにね、一応ね、僕女性のに近いんだと思います。そこも両方持っている。多分両方ではないかな。ね、論理的にもいくし、段取りも割と上手だと思う。でもね、学校の先生ね、両方できないとダメだと思いますよ。あ、まあ、そう、授業しながら子供のちゃちゃに対応できると。そっか、そうですよね、最強にいい先生になるので。うん、ちなみに今日はあれなんですよ、地域で無料塾みたいなのやってて、なんか言ってましたね。そう、自習室みたいなのを公民館で開いてるんですよ、はい、でまあそこにまあ担当の先生ということで僕がついてるんですけど、子供15人くらい来てたかな。
すごい。朝ですか？朝9時から11時で。へえ、2時間。2時間。で、まあ、2時間って言っても人間1時間も中、1時間集中力持った方がいい、持ったらいい方なので、はいはい、まあ、1時間ぐらい集中して、1時間で勉強、宿題終わらせてねっていう話をして、はいはい、で、残り1時間は、もう終わった子は自由にしてていいからっていう。ああ、なるほど。で、保険代だけ年会費で1000円いただいて、あとは、あの、教育委員会がくれるので、子供たちは無料で。いいやれる。じゃあうちの子も通わせて大丈夫ですか？ダメです。オーグスク、ギノワの子だ。オーグスクとオギドウの子だけです。地域に限られるんですね。北中でもやってるところとやってないところがあって。全部で募集じゃないんですね。全部で募集じゃないですね。ああ、なるほど。その公民館単位で、今、うち公民館が、あの、部落管轄なんですよ。へえ。なので、オーグスクとオギドウの公民館が一応あって、はいはい、そこに区長さんっていうのが、はいはい、いらっしゃいますよね。そう、はい、そこで、まあ、やとちゃんの、まあ、選挙で雇われている区長さんがいて、で、まあ、その人が判断して、やるかやらないか決めて、申請して、申請が通ったら、お金もらってできるっていう。へぇー。なので、部落によってはやってない、北中でも。で、小木戸はやってないんですけど、大城がやってて、隣にあるから、あ、いいですよ、入れてるっていう感じですね。へえ、じゃあ子どもたちはなんかラッキーですね。はい、変な先生が来たなと思いますそんな時自己紹介どんな感じで最初するんですか？いや子どもがダラ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 じゃない、バラバラ来るので、最後の締めの時だけ先生はどっちかって、もうお母さんたちは宿題やってくれたらいいと思ってるから、ね、1時間で終わらせて1時間遊んどいたら僕はいいと思ってるから、はいはい、1時間で終わらせてくれと。なるほど。あ、好きな時間に来ていいんですか？その9時11時オープンしてる時間に。一応まあ子供もね、じゃあ9時半に来たから帰るとは言えないので。あ、そっかそっか。結構まあ、まあ一応居場所作りが一番メインで。そう、やっぱ何でも居場所作りですよね。募集が小学校1年生から中3って幅広いのに、すごい幅広い、広いのに、今日幼稚園生2人と高校1年生1人いました。あれ定員外が。そうそうそう。でもまあそうやってね、地域の大人で子供を育てるっていうのがあるので、逆に高校生が小学生に教えたり中学生に教えたりっていうしてくれたらいいなと思ってるんですけどまあそんな関係が今だあんまなさそうな。まああのやっぱもうずっと子供会で知り、顔見知りなので、上下関係というよりは友達関係、横の関係なので、教えたりするのはちょっと恥ずかしいかなっていう関係なので。でもなんかね、いろんな年齢の子たちがそこに集まれるっていうのはすごいいいんですね。うんうんうん、うん、そうそう、だから楽しそう。自習させてました。あ、そこに、うん、ゆきのちゃんも行ってたんですか？行ってました、行ってました。楽しく、はい。何勉強したっけ？いいですね、今日チムアグミ塾さん、お父さんが先生やってたの。もう忘れたね、勉強し、何勉強したかね。昨日は、はい、あの公民館を開放してくれて、へえ、宿題金土日分やっちゃったから、すごい足し算の勉強してたね。1足す1、エコーかけたいぐらいだったけど足す1やってきた、すごい。まだ数字しか習ってないかもしれないのに、押さないでこの CM に入るボタンを1足す1しかやってないかもしれないんですけど、まあそうやって勉強してましたよ。いいですね。なんかみんなで勉強できる場所っていいな、うん、塾とはね、そういうなんか場所じゃなくって、なのでいいな。うちの子供が行けるような場所ないかなどこかな、行ける場所あったらいいんだけど な、 でも無料塾っていうのは今あの沖縄でやろうとしてるから、もしかこういう取り組みって増えてくるのかなと思うんですけど、ね、増えるといいですね、はい、嬉しいな。さて、婚活モールの話もちょっとしようかなって婚活モールの話もねちょっとするならば、いよいよ来週来週、はい、いよいよ来週ですよ、はい、21日土曜日、うん、40代の方のための婚活体験、女性の方はすごくいっぱいお申し込みをいただいておりますが、うん、相変わらず男性の方ちょっとお申し込みがね、うん、なくって、ぜひぜひ、もうこれ体験なので、なんか40代が40代とするっていうのがもしかしたらね、男性のネックなのかもしれないんですけど、まあそこはまず体験ということなので、うん、まあそこでどうこうっていうわけじゃないですから、まあある意味これで見つかったらラッキーなんですよ。そうですよ。なのでぜひぜひ男性の方もまずは体験
500円で体験っていうところで気軽に、うん、あの来てもらえればすごく嬉しいなと思います、うん、女性かなりの応募数あってお待ちされてますので、うん、あとはもう男性陣ですね。そうなんですよ、これ機会なの で、はい、で逆に機会限定なのでそうなんですよ若干このなんだろう集めにくいというか婚活もらしいんですよ。会員様だとね声掛けはしやすいんですけど、声掛けしやすいんですけど、機会員さんの方に一般の方にも多くちょっと来てほしいっていうのがあったので、うん、今回は全部機会員様なのでそういう意味ではぜひですねこのラジオを聞いている人で、まあ、自分婚活関係ないけどっていう思ってるかもしれないんだけど、その婚活したいって言ってる人とか、あいつなんで結婚しないんだろうってやつにじゃないね、人に声かけてもらいたいなと、ね、特に女性でお兄ちゃん独身だよとか多いんですよね。なんかそういう方にぜひこう、うん、背中をポンと押してね、うん、お兄ちゃんのために私が申し込んできましたぐらいのお電話をいただけると嬉しいかなと、うんうん、思いますね。いや本当にない体験なのでこれ本当にそうですよ、秘密兵器なので本当にもうあえてちょっとそこで体験していただいてもね、うん、うちのやってることを見せますよっていうところなので、もうね、本当にね自信を持ってお送りするからこそ本当ですよ、格安でできるというか本来ならもう全然金額違いますからね、うん、それでも安いっていうね、ワンコイン、そう、そこをさらに安くしてワンコインですから、ワンコインで、うんうんうん、ぜひご参加いただけると嬉しいかなと思います、はいはい、ありがたいことに明日のケニーズさん、はい、明日のケニーズさんって言われても多分みんな分からない婚活イベントケニーズさんでやるんですけど、明日は全て完売いたしました。完売って何人対何人ですか？ですね、もともと定員は70名で多分35、35、はい、で、やってたと思うんですけども、うん、ありがたいことに90名ぐらいおります。はい、はい、ということで婚活イベントも徐々に盛り上がって、実はいつもうあと40秒くらいしかないって本当だ気づいたんですけど、まあ一応ですね今日は秀樹さん来ていただいて、こんなにイベントお腹いっぱいだなってことはないですけど、そうですね、イベント多すぎましたね、はい、別にいいんですけどねイベントいっぱいありますので、はい、良い週末から1週間お過ごしいただいて、またお会いできたらなと思いますので、良い1週間お過ごしください。本日はアイデアマスオと秀吉でした。お送りしました。じゃあまた来週。バイバーイ。じゃあねー。